こんにちは、木村翔吾です。世の中はコロナウイルスの影響で外出制限があって、室内で過ごされている方も多いと思います。休みの日も外に出れなくて、ネットフリックスを家で見たり、テレビゲームをしたりして過ごしていて、この機会に YouTube を始めたいと思っている人も結構いるんじゃないでしょうか。というわけで今回、2020年の今、YouTube をスタートしたいという人に向けて、これから始めるにあたっての心構えをお伝えしていきたいと思います。今から始めるのは遅いのかっていう疑問だったり、海外で爆速で成功した YouTuber の話、そして僕の過去の失敗談なんかも交えてお話しするので、ぜひ最後までご視聴お願いします。僕のチャンネルでは YouTube に関することや写真や動画のハウツー動画を定期的にアップロードしていってます。普段は割と動画編集やテクノロジー寄りの話が多いんですけど、これからは YouTube の初心者向けのコンテンツも用意していくんで、興味のある人はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは早速結論からお伝えしていきたいと思います。僕が思うに、2020年の今から YouTube チャンネルを始めて成功することは可能です。その理由をこれからお伝えしていきたいと思います。2020年の今から始めるのは遅いんじゃないかっていう疑問に対してお答えしたいと思います。実は YouTube というプラットフォームが始まったのが2005年のことなんで、この世の中に YouTube が生まれてからもうすでに15年が経ってます。完全に乗り遅れた、もう今からは遅いわ、みたいな感じで思ってる人がいると思うんですけど、そんなことはないです。始めたいと思った時が始め時です。では何をもって YouTube チャンネルが成功したり失敗したりっていう風に判断するのか。それはチャンネル登録数が伸びるかどうかだったとしたら、この1年以内にチャンネル登録が爆増したチャンネルなんて無数にあります。そういった事例はこの後で紹介するんですけど、今コロナウイルスの影響で世の中の多くの人がオンラインで過ごす時間がめっちゃ長くなってるんですよね。で、このトレンドっていうのはこの1ヶ月2ヶ月だけの話ではなくて、これから先1年2年もしくはそれから先ずっとこのアフターコロナの世界ではインターネットベースの生活が世の中のメインストリームになるって言っても過言ではないです。僕がチャンネル登録をして見ているロンドンの YouTuber の方が動画の中でおっしゃってたんですけども、この直近 2,3 週間の、都市封鎖の影響で動画視聴の平均視聴回数っていうのが全体で 150% になったっていうことを言っていて、今動画を見ているあなたの投稿した動画がそのトレンドに乗るっていうことも全然ありえなくはないんですよ。次に僕が今回の動画で皆さんに一番お伝えしたいことをお話しします。それは YouTube で成功するためにこうしたらいいっていう正解は存在しないっていうことです。僕がもっとイケメンだったり可愛かったら YouTube できるのにとか、そういうのはもう全然関係ないです。いいカメラを持ってなくても今皆さんがお使いのスマートフォンでも全然動画を撮影できますし、僕が今撮ってるこの映像もスマホで撮ってます。動画編集が苦手な人、全然頑張って動画編集しなくてもいいです。じゃあその代わりに何をするかっていうと、動画の内容、話で勝負するとか、逆に話すのが苦手な人、そういう人は映像だったり BGM にこだわる、もしくはテロップを使って説明するとかでも全然 OK です。外見に自信がなくて YouTube できないって思ってる人も全然 OK。顔出しなしでも、例えば iPhone の機能でアニ文字っていうフェイスマスクを使って喋ってもいいし、スライドショーを画面に映して文字と音声だけでやってる YouTube チャンネルも多いです。ここでいくつかの海外の事例を紹介したいと思います。僕が面白いと思ったもの、視点がユニークだなと思ったものです。まず一つ目は、デミランチョアトゥコチーナ、ちょっと読み方自信ないんですけど、メキシコのおばあちゃんが料理を紹介するチャンネルです。ぜひこのチャンネルに皆さん行って動画を見てほしいんですけど、人柄の良さそうなおばあちゃんが料理を紹介してるだけのチャンネルなんですけど、めちゃくちゃシンプルな編集で、これでいいんやみたいな感じの感覚になると思います。僕が確認した時点では250万人ぐらい登録者がいて、これびっくりするのは、去年スタートしたばっかりっていうことなんですよね。だから2020年からスタートするのは遅いって思ってる人、全然そんなことないです。これは去年スタートしたばっかで、もう250万人登録者います。次はオーストラリアの YouTuber の方で、プリミティブテクノロジーっていう YouTube チャンネル。石器時代の技術を使ってジャングルで生活して家を建てたりっていうことを紹介するチャンネルです。この YouTuber の方は基本的に喋らなくて、黙々と作業をしているだけなんですけど、その代わりにテロップが下についていて、今何をしているのかっていうのが書かれてます。次に紹介したいのは、ロジャー・ワックフィールドさんっていう、配管工のおじさんのチャンネルです。これは割とビジネスっぽいチャンネルなんですけど、ここでお伝えしたいのは、この配管工っていう狭いジャンル、ここに特化して、ハウツー動画を作っていったら、これだけの視聴者が集まるっていうことですね。だから普段皆さんがやっている仕事だったり、趣味の内容だったとしても、多くの人が興味がある可能性があるっていうことなんですね。みんながみんなヒカキンだったり、はじめ社長みたいなエンターテイナーになる必要は全くないんです。料理チャンネルをしたいけど、私はプロの料理人じゃないしって思ったとしても、全然大丈夫なんですよ。漫画ナルトに登場するオロチマルのモノマネをしながら料理をするっていうユニークなチャンネルが少し前に話題になったと思うんですけど、大事なのは何でも面白そうだなと思ったら試してみて形にすることなんですね。それではここでプロのお話をちょっとだけしておきましょう。去年あたりから宮迫さんをはじめて
YouTube 界にも芸能人の方が続々と参入してきてますよね。テレビ業界のメディアとしての力がだんだん弱まってきてるんで、これからもそういったプロの方々、面白い人だったり、イケメン、美女みたいなのがどんどん YouTube に参入してきます。じゃあ余計2020年の今から始めるなんてダメじゃんみたいな感じで考える人いると思うんですけど、そうではないはずです。なぜか。それはプロの方々が話すトークと同じぐらい、一般人の目線、一般人の話す内容には価値があるからなんです。自分とは住む世界が違う芸能人が紹介する商品なんかより、自分となんとなく趣味関心や生活感が似ている人が紹介した商品の方が買いやすかったりすると思うんですよね。皆さんもそう思いませんか？だから一般人も芸能人も会社も YouTube 上では共存することができます。今見てくれている皆さんだったり、僕たちのコンテンツがこれからも YouTube には必要なんです。ここで皆さんに質問したいんですけども、私はこういったチャンネルを作ったら絶対流行ると思う。こんな動画を作ったらバズると思うみたいなアイデアを持ってませんか？毎日面白い動画を見てたらそういったアイデアが一つや二つは頭の中にあるはずです。でもここでアイデアは形にしないと意味がないっていうことをお話しておきます。まず中途半端でもいいんでそのアイデアを形にしてみる。動画にしてみる。そして YouTube に試しにアップロードしてみましょう。そこからがスタートです。どんな凄そうなアイデアでも一旦動画にしてみるとつまらない動画になってしまうかもしれません。本当は自分はもっとすごい動画が作れるんだ、もっと面白い動画が作れるんだって思ってたとしても、今自分が作れるものが今の自分のレベルなんです。もしかしたら今アップロードしてみた動画が受けるかもしれないし、全く受けないかもしれない。それでも何かしらのアクションを起こすことが大事で、自分のアイデアは形にしないと、あの時自分で動画を作っとけば絶対流行ったなみたいな感じで、たらればの後悔をする。それだけはめっちゃもったいないです。ここで少し現実的なお話をしておくと、皆さんが例えば1本動画を作って YouTube にアップロードしたとしましょう。それでもその動画は本当に1ミリも見られない可能性もあります。というかその場合がほとんどです。多くの YouTuber はそうです。もちろんごく稀に1本の動画をアップロードしてそれがバズを起こして有名になるみたいな人もいるかもしれませんが、それは本当に確率の低い話です。今チャンネル登録者がめちゃくちゃいて成功しているように見える YouTuber の人も、過去の動画、一番古い動画とかを見ていったら、意外と様々な試行錯誤を繰り返してきたんだなっていうことが見れると思います。結局 YouTube っていうのは持久戦なんですよ。一本だけで終わるんじゃなくて、継続して作り続けないといけない。昔の僕はこれができなかったんですよ。実は昔2014年ぐらいかな、僕は友達と海外の方々向けに日本を紹介するっていう YouTube チャンネルをスタートして、ヒカキンとかが所属するウームの下部組織、ウームネットワークっていうのの第一期生だったんですよね。それは今でいう水溜りボンドとか、まあカリスマブラザーズとかそういう人たちと同期だったんですよ。でも継続ができませんでした。僕は途中で大学の研究室だったり、バイトで忙しくなって動画のアップロードをすることをやめて、そのチャンネルはね、結局伸びなかったんですよ。もし継続していたらどうなってたかなって想像すると、今でもね、ちょっと後悔してます。例えば10万円とかそれぐらいかけて高価なカメラだったりマイクだったりを一通り揃えたとしても、最初に作った1本以降動画を上げなかったらその10万円は無駄になります。もちろん撮影環境だったり映像のクオリティをどんどんアップロードしていって視聴者の方に見やすい動画をお届けするっていうのは大事なんですけども、それよりもっと大事なのは継続して動画を作れるかっていうことですね。もしくは動画をアップロードすることが好きになれるかどうか。今お使いの iPhone で撮影のクオリティをアップするテクニックや方法は僕が別の動画で紹介しているんで、ぜひそちらをチェックしてみてください。これからまあまとめ的な話になるんですけど、YouTube っていうのは映画じゃないんですよ。何分の動画を何本アップロードしてもいいんだから気軽に始めてみませんかっていう話です。で、気軽にアップロードしてちょっとずつ慣れてきたら、世の中が求めているものだったり、自分がやりたいこと、この交差点をちょっとずつ軌道修正しながら探していく。まあ、そんなイメージでいいんじゃないですかね。その軌道修正に必要な動画編集のノウハウだったりテクニックみたいなのは僕のチャンネルで紹介してます。これから YouTube チャンネルの育て方っていうところもカバーしていきたいと思ってるんで、ぜひ興味がある人はこの機会にチャンネル登録の方よろしくお願いします。冒頭でもお話ししたように、これからは室内で過ごす時間が長くなってきます。2020年の今から YouTube チャンネルをスタートしても、それを継続することができれば、もしかしたら数年後、もしくは数ヶ月後には日本を代表する YouTube チャンネルになっているかもしれません。お互いに頑張っていきましょう。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。